よし、じゃあ向こうの難破船ですね。いや、向こう側も気になりますね。あの氷の場所。あれ、前なかったと思うんだけどな。前からあったかな。まず、この難破船ですね。を探索して。ちょっとチェストを作ろうかな。チェストと、ランプ。エリアランプ。マグネシウムとコバルト。うん、どこにでも置けるランプ。2個しか入ってない。あ、あったあった。おお、何、酸素浄水ヒューズ、オプティマイザーに挿入すると、近くの機器のパフォーマンスを向上させる。おお、すごい。でもそのオプティマイザーっていうのがまだない。でも酸素浄数が 500% だ。ええー。あ、で、これだ。プラスチックナゲット。コバルトとマグネシウム。あ、でもトーチがレベル2になったから結構明るいですね。一応この辺にエリアランプ。あ、明るい。お、種がある。ナス。そこまで明るくないかな。エネルギー使うだけかもしれない。あ、いいですね。鉄ばっかり入ってる。あ、こっちはいい。一回帰ろう。あ、ロケットエンジン助かる。
黄金の種だ。リルマ種が欲しいんだけどな。めっちゃ雨降ってる。ご飯食べて、一回帰るか。じゃあ次こっち側。ちょっと暗いね。ここにじゃあ。エリアランプ。中になんかあるけど、やめとこう。なんかいっぱいある。ああ、リルマダネだ。これは助かる。これは解体できない。ああ、いいね。これで、グラスプレッター結構作れるかな。いっぱい種がある。よし、上に上がって。ああ、ここの中になんかありますね。うん。で、なんだっけ、核融合炉。メールとかは、あ、ロケット演習。あー、チップに。この辺に壊せる場所なかったか。あったあった、これだ。持てない。水もらおう。かなり大量の物資が。ああ、入らない。
あ、藻類発生器だ。よし。で、とりあえずさっきの難破船の物資の一個作業というか、まあ、これで終わりかな。いや、嬉しい。ストレージ、部屋が圧倒的に小さい。絶対これは足りない。となると、2×2 のこの4マスの大型居住区なんだけど、これ、あれだよね。4マスっていうことは、あ、2マスか。2マス、2マス、4。またずれるね。またずれちゃうから。なるほど。例えば左に大型居住区の2マス。で、真ん中に普通の居住区を通らせて、で、右側にまた大型居住区。大型居住区だと口回んない。は、この、柱がないんですよね。だ、見た目もスッキリするし、またこれ変えないといけない。まあ、それはちょっと、もうちょっと先かな。とりあえず拾ってきた、ね、マイクロチップ。13%。うわ、欲しい。ジェットパック。ティア2。あ、フェンスとか、こういうのもね、あると見た目が良くなりますよね。GP、あ、衛星のティア2。設計図の固定ってなんだ？これまだ、作ったことないけど。地図情報ロケット。ええー。待てよ。物作る前に、テラフォーミング進めながら作りたいから。あれだね。リルマダネを使って、あと、藻類発生器。ああ、だだだ、落ちてきた。ドリルももっと増やしていいかな。よし、バイオプラスチックナゲット、さっきのナンパ船で拾ったやつ。おお、とりあえず2個ぐらい。え、ナス、あ、待って、ちょうど出来上がってるんじゃないか。あ、ここ見やす。見やすくもないか。おお。が2個。普通にちょっと食べよう。で、ウォーターボトルの前にマグネシウム超合金。超合金使うのか。よし、でもこれで
一つ進みますね。あ、でも待って、水。水まだこれちょっと溜まってないけど。あの、藻が取れるんだけど、こんなに浅くて取れる？とりあえず、これに、すぐは取れないから、水溜まるまでは。で、まあ、酸素も生み出してくれるし。あ、ここちょっと深いから、取れるかもしれない。将来的にはなんか水上拠点とかも作りたいですよね。で、グラススプレッター。マグネシウム、アルミニウム。アルミニウム。リルマだね。さっき取ってきたの結構ありません。3個。で、ウォーターボトル。あ、6か。よし。ちょっと緑の少ない場所に。あとは熱も足りないかな。熱も止まってますね。じゃあヒーターのティア3。シリコン、チタニウム、アルミニウム。これ電力でも止まっちゃうかもしれないな。これ上の使ってない部屋に、あ、こういうとこに置いてってもいいか。入る？あ、入るか。まだ使ってないんだけど、まあ、ここをあの畑とか、まあ、ストレージにしてもいいんだけど、上まで取りに来るのがねめんどくさいんですよね。できれば1階でいろいろ済ますのが一番楽なんだろうけど、じゃあここにもはしごが鉄とコバルト。じゃあ
まずこれかな、ジェットパックのティア2、超合金と硫黄とオスミニウムとアルミニウム。超合金と硫黄どうだっけ、オスミウム、硫黄とアルミニウム、これジェットパックのティア2で、あとは臨床性ブーツ、爆発性火薬、爆発性火薬作れるか、イオイオイリジウム、超合金。じゃあついでだからこの辺も作っておこうか。マイクロチップ、採掘速度、マグネシウム、シリコン、アルミニウム、ティア3、もともとでも早いですけどね、採掘は。よし。なんだ。メタンカートリッジとゼオライト。これは作れる。クラフトレシピを固定できるようになり、なります。オブジェクト右クリックして、レシピを固定。ちょっと作ってみようか。アルミニウム、オスミニウム、超合金。あとなんだっけ、コバルト、コバルト、マグネシウム、オブジェクトを右クリックしてレシピを固定。なるほど。はい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 。で、アンロックしたロケット。わあ、超合金ロッドとか必要なんだ。衛星のティア2は作れるかな、ロケットエンジン、マイクロチップコマスもう一個。あ、でも自分のものもこれ使っちゃうのか。じゃあ2個作らないといけない。マイクロチップコンパスが、シリコン、シリコン、あ、シリコン、シリコン、あ、こういう時に、こうすればいいのか。いや、でも、左上、わからないな。2個作りたいから、これ4つ。で、シリコン。で、マグネシウム。で、あとは
と、ロケットエンジンか。ロケットエンジンと、超合金が、直機ない。あー、で、いちいちこれやんないといけないか。ティア2。これでじゃあさらに広範囲が見れるようになったってことかな。今までここまでですね、ティア1。で、さらにティア2で、おお、もう一個か。ここまでだ。あ、でも、ある程度。あ、いや、これ、ある程度というか、どこまでも行けるのかな。あれ、こんなとこあったっけな。溶岩っぽいけど。で、だいぶ水溜まってきましたね。おお。あ、一応、あ、一応取れる。藻類。前の拠点どうなってるかな。あ、2階の部分だけなんとか残ってるかな。あ、2階の部分、あ、そうか、上に立ってたんだっけ。よし、じゃあちょっと水が溜まる前に向こう側の探索ですね。あの、地下に降りるはしごが確かあったはずなんで、水が溜まってからでも調べられるんだけど、今のうちに行っておきましょう。確かこの辺にゴールドチェストがあったあった。ナンパ船も調べておきますか。これ壊せない。
いや、この箱このまま持って帰りたいな。サイズがちょっとでかいんですよね。よし。ここに置いていこう。これがね、謎のナンパセの一部なのか、もともとこの惑星にあったものなのか、ナンパセの一部なのかな。まず今回こっちじゃなくて、だけな、この辺にもゴールドチェストがあったはず。どこだっけ。これかな。あ、これだ。よいしょ。で、はしご、地下のはしご、これじゃない。で、ここまだ解けないか。4.5。あ、ここかな。ここだ。下に意味がない。よし。エリアランプも、なんだっけ、素材。マグネシウムとコバルト。あ、これ解体できないんだ。メール、メッセージ。イクラスさんですね。墜落から半年が経った。かろうじて生きている。主な目標は、ロケットを作り、この星から永遠に離れることだ。この惑星は呪われている。そう感じるんだ。墜落現場に戻らないと。コントロールベイに隠し部屋があった。これ、さっき開けたとこですね。うん、あれ、イクラスさんの船だったんだ。メインスクリーンの近くに解体できる壁があったと思うが、ずいぶん前のことであまり思い出せない。3038年。いくらさん、今自分一人になったって言ってましたよね。おお、ずいぶん溜め込みましたね。で、 A 型ではないな、いくらさん多分。これはここで終わりだったかな。なんかどっか中に隠し部屋がある、こういうところもあったはずなんですよね。よし、じゃあ戻ろう。
モーサイクソソいや4地図うわ何これ黒曜石だってこんなのあるんだあで一応作れるな、ね、シリコンとオスミにオス待ってオスミウムオスミウムねロケット打ち上げると多分一気に熱上がると思うんですよね。うん、このウランのやつですね。とあとイリジウム、この2本打ち上げるとテラフォーミング結構進むと思うんだけどどうしようか。その前にちょっと拠点ちょっと考えないといけないかも。これ絶対これだと小さいから。うん、はい。そうですね。では、今回はこの辺で終了にしたいと思います。で、録画外でちょっと拠点を広げておこうかなと思います。はい。では、今回はこの辺ですね。ご視聴ありがとうございました。